はい、前回までの動画でシャークとクロスオーバーの、はい、まあ、やり方とそれに必要なトレーニングを説明していたと思いますので、2つの動きができている前提で、進めていきます。今日はですね、その2つを使ったサーキットトレーニングやっていこうと思いますので、はい、しっかりと心拍数も上がるんですけど、動作の質を落とさないようにしてください、はい、じゃあまず種目の説明をしていきます。1つ目、まずシャークですね、左右に1歩ずつ飛びます。そうで、アイススケーターですけど、できるだけ切り返しを早くやっていきます。そう、オンオンオンで、新アングルですね、すねの角度は常に内側を向いておいてください。上体が踏み込んだ足の上に乗っからないように、ちょっとエラーパターンになります。そうですね、このように体がくの字になってしまうと切り返しができますので、上体は足の内側に常にあるようにしてください。はい、で、2種目目いきましょう。はい、シャッフルを2回連続やって、1回のシャッフルで戻ります。2回シャッフル、1歩で戻る、で反対方向戻る。そうですね、ポイントは先ほどと一緒です。すねの角度、体の傾きですね。これが2種目目になります。3種目目は、クロスオーバー、ワンステップで軽くジャンプをしてクロスオーバーで止まる。そうで、バランス崩れそうだったら反対の足を軽くちょっとついても大丈夫です。ポン。いける人は浮かしたままいきましょう。ポン。ポン。慣れてきたら早く切り返す。切り返す。切り返す。クロスオーバーって、でもこの時はブレーキ動作ですけど、次の進行方向は反対方向になりますので、体の傾きというのは、こんな時はこっちから逆に向けましょう。これがすぐになります。体の向きをすぐ変える。ね。OK です。これが3つ目です。で、4つ目が、はい、実際に連続で戻す。そうです、はい、そうですね、このすねの向きと体の傾きですね、こういうのが大事です。で、着地の時にそのまま走っていくのであれば足って向こう向くんですけど、すぐ切り返すので、この時の右足の向きは必ず次の進行方向に向けといてください。次の向き、そうです、こうしてしまうと2歩目に重心乗ってしまってうまく止まれませんので、1歩目は必ず次の進行方向に足を向けて繰り返す。これが4つ目のエクササイズです。で、今日はこれを20秒間エクササイズして10秒休憩で4種目目で、それを4セットやっていきます。で、この後の動画では2セットしかしませんけど、皆さんは実際は4セットやってみてください。じゃあ、それでは動画を見ながらやっていきましょう。それでは今から4種目のサーキットやっていきます。動く時間20秒で休憩を10秒とって4種目行っていきましょう。今日は2セットやりますが、皆さんは4セットやってみてください。4分間になります。よーい、スタート。イメージはですね、足の親指側で荷重するイメージですね。小指は乗りすぎないでしましょう。そうで、状態は常に、着地した足の内側にあるようにしましょう。はい、 OK です。10秒休憩します。2種目目ですね、2歩シャッフルして1歩戻る。よーい、スタート。1歩戻る、そうです。切り返しを早くします。これも一緒ですね、外側に乗せすぎないようにしてください。はい、3、2、1、はい、休憩です。次からクロスオーバーの種目になります。まずは1歩ずつクロスオーバーしていきましょう。はい、3、2、1、スタートですね。すねのアングルと体の傾きがすごく大事になってきます。バランス取れない人はですね、外側の足を1歩地面についても大丈夫です。はい、3、2、1、はい、 OK。 次は実際にクロスオーバーの切り返しになります。はい、じゃあいきましょう。3、2、1、スタート。切り返す。次の進行方向を意識して足の接地の向きを考えましょう。すねのアングル、体の向きが大事になります。2、
1、はい、OK です。ここまでが1セットになります。あとはこれを繰り返すだけですので、動作の質を保ちながら行っていきましょう。はい、スタート。アイススケーターですね。新アングルは常に内側です。内側、すねが垂直だったりとか外側に倒れないようにしましょう。きついですか？ちょっとまあね、息も上がってきますけど、質を保ちながらやっていきましょう。はい、OK。 じゃあシャッフルの2種目目です。よーい、スタート。そうです、細かく2歩、すぐ戻る。細かく2歩。シャッフルはね、細かい移動の時に使いますので素早く動きましょう。はい、OK。 お尻も結構きてますから、お尻を使うようにしましょう。はい、スタート。はい、OK。 じゃあラスト種目です。皆さんはこの後もう2セットぐらいやってみてください。じゃあ行きましょう。ラストです。よーい、スタート。クロスオーバーで切り返す。そうです、そうです。つま先の向きね、気をつけて。そう、3、2、1。はい、 OK です。大事なのは、ね、動きを雑にしないことですね。試合の後半を思い浮かべてやってみてください。